はい、ということでね、もう学びました、あいつこれを取るとね、あいつが来るということでね、なんか方法ないかな。あ、え、これ鍵閉められへんの、ここ。え、嘘やん。え、内側から鍵閉められへんかな。え、これでどうや。一応鍵閉まってるって信じようか。もう酢そうめん食いたくない、マジで。よっしゃー、あぶねえ、うれ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 、おい悔しいか、おい動物見てるみたいやな、おい猿みたいな顔しやがってよ、うわっびっくりしたおい悔しいか、あ、諦めて帰れ、おいよかった、正直めちゃくちゃ怖かった。え、向こうの部屋で待ち構えてるとかないよな。お、大丈夫やん。よかった。一応セーブしとこう。で、何手に入れたかわからんかったやんけ。忘れてもうたわ。びっくりしすぎて。地下室の鍵。地下室？地下室どっから行くんや、地下室。なんか行けそうなところあったっけな。まあいいや。ちょっととりあえず探索しようか。あ、ここか。地下室の鍵。さっきのオスがまだ喉に生きてますね地下室の鍵を使った。うわミカの声だ、あいつ。え、見に行く、行かんでよくない、ミカのところ。ミカのところ、え、なんでやねん。だってあんなクソさ、クソな、どうせ拓郎が助けてるって。もう、え、行かなあかんの、絶対さ、違うやん。あー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 、助けになんか行くからや。おい、地下室逃げるぞ。ほい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 、行けろよ、絶対行けろよ。おっしゃおっしゃ、ウェアウェアウェア、あー、開かへん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 、やだ、裾目食いたくない、やだ、あーあー、ゲームオーバー。あー、すいません、すそうめんのせいで、すそうめんのせいで。てか、ミカのところさ、もういいやん、いかんでさ、さっき学んだやんさ、あのさ、もういいやん、ミカのところへ、そこなんでやねん、もうさっき学んだやん、あいつのところに行っても意味ないやん、もう行かなあかんの。ちょっと待って、セーブさして、その前にセーブセーブ、はい、どうやって逃げよう。ちょっと逃走経路考えよう。逃走経路、2階に上がって、ピアノの部屋に入って降りて出てくる。これでいい。はい、オッケー。どうや？あ、見られてる。お前が見てるとき俺もお前を見ている。深淵を覗くときお前を、深淵もお前を覗いてるんだぜ、青鬼！覚えとけよ、春日！おら！おらおらおら！うわ、なんで？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 なんで上から来た？おい！ゲームは、あ、マジか。めっちゃ追いかけてくるやん、こいつ。もう諦めろって、ヒロシ。お前の女にはならへんねん、あのミカかミワか知らんけど。あいつはもうお前の女にならへんねん。諦めよう、ヒロシ。な？ええやん、諦めようや。頼むからさ、もう自分の命大切にしてくれ、マジで。本当に。いやだ、もう本当に。この逃走経路は完璧だ！来い！青鬼、かかって来い！どこから来る？あー！降りてきた！どっちやねん！お前、降りてくるんか！どっちやねん！危な！怖っ！やめてくれ！いや、しんど。え、ミカは？大丈夫？返事がない、ただの屍のようだ。死んでしまってる。よし、とりあえずセーブしよう。あー、しんど。いやーでもね、今のうちやぞ、おっぱい揉むんやったら。とりあえずおっぱい揉んどく？人タッチしとこ。許してくれるやろ。人タッチだけしていこう。人タッチで、ね、二タッチ、三タッチしていこう。よーし、元気出た。おっぱい触って元気出た。ねえ、たけしはガタガタしてるかな？たけしはおらへん。ガタガタもしてへん。よーし、行こう。拓郎はどこや？てか、ミカの悲鳴が聞こえたのに、あの彼氏さ、どこにもさ、おらへんやん。めっちゃ軽薄やん。なんでやねん。ほんとに。あ、なんかある。あ、なんか届かへんパターンや。椅子とかないかな。椅子があらへん。もうでもね、この謎解きにもしっかり慣れてまいりました、このニートスゾー。
もう謎解きマスターと呼んでください。すみません、そうめんのせいでちょっと喉が疲れております。え、ここにもなんかあるな。ここのをまず取って、よいしょ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 、ドライマイナスドライバーの芯。あ、なるほどね。はい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 。やっけ、あれやろ、あの付け替えれるタイプのやつやろこれ。はい、付け替える、これでいいやろ。で、この椅子をさらにあっちに持っていく。これは IQ300 数学オリンピックメダリスト、よいしょ全然数学オリンピック出たことも出る気もないけどそもそも出られへんと思う。よし、行け。でもお前ならいける、ヒロシ。お前のそのセンター分けメガネならインテリジェンスを感じれる。いけるぞヒロシ。よし、これでどうや。あれ、乗れへん。ちょっと待って、なんで乗れへんの。え、乗れるやろ。なんで乗れへんねん。おかしい。おかしいやろ。え、なんで。あ、乗れた。地下牢の鍵を手に入れた。はあ、なるほどね。はい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 。とりあえずセーブしとこ。なんか見えたからセーブしとこうか。なんか見えたから一回セーブしとこ。とりあえず一回ね、セーブしとこうな。よし、行くぞ。行くぞ、いいのか、ヒロシ。あいつはさっき死んだミカだぞ。絶対に、木下と同じことが起きるぞ、これ。わかってるか？参拝タッチしたこと起こりに来てるんじゃないからな、ほんとに。参拝 R の事情じゃないから。2杯 R やから。絶対、下、ほら見ろ、俺の予想は正しい。おーい、行け。どうや、どうやって行こう。よし、木下のところ行こう。よし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 、助けて木下、もういない。彼はもういない。もういないんだ。分かってたー。ゲームオーバー。ふざけんな。はい、酢そうめんを食べすぎてね、酢そうめんが美味しいんじゃないかと錯覚し始めました。もうこの女は、この女は違う、ヒロシ。はい、ヒロシ、違うぞ、この女はもう違うんだ。降りろ。よし、いいぞ。上だ。あの、木下のところはちょっと逃げにくいことに気づいた。よし、いいぞ。いいコーナーだ。コーナーで差をつける。アキレス、瞬足。アキレス、瞬足。よし、で、落ちてくるまで待って。おい、落ちてこない。よし、あいつも諦めたか。クソ女は、最後までクソやったな。人の足しか引っ張らへん。ほんとに。信じられへんわ、あいつ。で、何やったっけ？とりあえずセーブしとこう。逃げ切ったんでセーブ。はい、で、え？で、何よくわかってないけど、興奮状態にある、トスド。で、何をすればええんやろ。で、こっちの方かな？おぉ、開かへん。で、地下牢の鍵を手に入れたんやったな。開いてる。え、何？真っ暗。あ、そういうことか。アイテム、ライター、真っ暗やん。え、どっかにあるかな。あれ、どこにもないやん。光灯す、明かり灯すところ。なんか牢屋開けれへんかな。地下牢の鍵を使った。うん。で、ろうそくがあります。いやいや、まだつけへん。こういう時はセーブ。選択肢が出てきたらセーブ。はい。はい。で、ろうそくがありますね。火をつけますか。ちょっと待て。いや、違う。これでするべきことは、鍵をまず閉めること。学んでる、トスゾー。学んでるぞ。学びのある男。火をつける。はい。何もなかった。何も起きなかった、今回は。で、何や、これ。え？何これ。よくわからん。とりあえずメモ取っとこう。なんやろこれ。よくわからへんな。とりあえず、よくわからん記号を手に入れて、こっち行けたっけ？あ、行ける。こっちは？どうや？鍵がかかっている。行けへんよな。知ってた。どこ行けばいいんや、今から。何をすればいいかわからへん。誰か教えてくれ。なぜ？どうして？ガオガオブー！お、あ、ここ動くん。なんや、そういうことか。あ、なんかあるやん。なんやこれ。あ、マイナスドライバーや。さっきなんか何気なく付け替えとったマイナスドライバーが生きるやろ。よし。で、これが？なんや？わからへん。まったくわからへん。ちょっと待て。待て。なんかあれと関係あんのか？なんかこれ。あ、え、めっちゃ見えるやん。ちょっと待って。普通に見えるやん。5376かな？5376。はい。5376ね。5376覚えたよ、トスド。
5376。12345。今のはもう謎解きでも何でもない。なんか、偶然5376。でもね、IQ ね、IQ300 のね、このヒロシがね、なんて言うやろ、今までの経験の積み重ねでね、いったんかもしれへんな。別館の鍵ゲットを。よし。で、あれ？うわあ！うわ！嘘だろ！嘘だろ！なんで？怖い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 ！やめてくれやめてくれやめてくれ！え？嘘やん！なんで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 ？やめて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 ！え、どこで巻こう？ちょ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 。そんなことある？おぉ、びっくりしたー。え、マジでびっくりしたー。うわあ！でも逃げるのが上手くなってる、確実に。確実に上手くなってるとすると、ちょっと待って、セーブしとこう。セーブ。セーブ。はい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 。あ、危な。マジで危ない。次、拓郎とかたけしは大丈夫かな。で、別館の鍵を使った。あ、別館や。セーブしよう。真っ暗やん、別館。ちょっと待ってな。で、これは何や？うわ、明らかなる別館や。真っ暗。よし、じゃあ、ライター、ライターや。え？オイルが切れたよな。おい、こんなタイミングで。そんなことある？使いすぎた？もしかしてオイル。それとも、シナリオ上切れる感じになってんの？うわあ！あああ！嘘やん！嘘やん！そんなことないやろ！なんでやねん！こっちや！左や！ああ！うわあ！よっしゃ！よっしゃ！びっくりした！なんやこれ！やめてくれ、マジで。びっくりした。マジでビビった。頼むから脅かさんといてくれ。ああ、なるほどね。あ、これでこっちに出れると。なるほど、なるほど。わかった、わかった、わかった、わかった。じゃあ、なんもないんやな。ただのびっくり要素だけやん。今の。もう絶対二度といかへんわ、あんなもん。てか、別館さ、あいつ、何やったっけ？ミカかミユかわからんけど、あいつが追いかけてくんねんな。こわっ。じゃあ、とりあえず探索していこうか。何これ？え？バグ？バグ？なんだこれ？え、バグ？これ。何？とりあえず探索していこう。お、ちょっと待って、これ。あ、なんや、なんやこれ。あはは、そういうこと。いや、その前に、ちょっと待って、これ。首吊り用の縄やん。明らかに、誰か首吊りますよ、みたいな顔してる、これ。で、なんやったっけ、これ？これ、ちょっと待って。え、これ、無理くない？え？え、無理やんね、これ。これ、できる？ちょっと待ってな。考えよう。はいはい。いや、絶対無理や、これ。できひん。いや、絶対できひん、これ。え、うん、絶対できひん、絶対できひん、これ。うん、絶対できひんわ。え、なにこれ。え、どういうこと？え？え？え？なんかアイテム使えるかな？いや、絶対何も今できひんな、ここ。だってあれ絶対解けへんもん。なんか他にもあるんやろうな。てかバラバラにしてつけろよ。あんなもん。一回。バラバラにできひんのかな。あ。なんかついてる。電球を手に入れた。あれ電球手に入れたら真っ暗なんちゃう。わ、見えてる。かすかに見えてる。他になんかある？なんもない。暗い。とりあえず画面が暗い。光量上げとく。はい。おー、びっくりした。やめてくれ。できればやめてくれ。なんやこれ。真っ白や。なんもない。アイテム？なんか、なんもない。なんかあるかと思ったらマジでなんもなかった。で、あっこになんかピカピカ光ってんな。よいしょ。はい。ライターオイル、やったぜ。ライターオイルゲットだぜ。てれてれててー。あ、もしかしてあれ、あれちゃん。アイテムで、ライター。いや、ライターオイル入れろよ。IQ300 なのにそんなこともわからんのか。ライターオイル入れて、で、もしかしてこれさ、あれじゃない？なんや、炙ったら出てくるみたいなさ。今、酢そうめん食ってるから気づいたわ。あ、全然関係なかった。恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしいやん。何も関係なかったわ。で、とりあえずライターオイル手に入れたから、ライターの火が使えるところに行こう。セーブして、で、で、なんや。よいしょ。アイテム、ライター、で、ここや。ろうそくありますね。つける？まっ、びっくりしたー。お前か、たけし。ひろしか。びっくりさせんなよな。うわぁ、情けな。
たけし無事でしたか。ああ、だが時間の問題さ。いずれ化け物に捕まっちまう。逃げ場なんてないんだよ。俺がお化け屋敷で会って行こうって言わなければこうはならなかったんだ。俺のせいで。うわあ！たけし、思い詰めてたな。ああ、ちょっと待って。たけし、ちょっと待って。そっちはダメや。思い詰めたやつが行き着く末路がある。そっちはあれがあるね。たけし、あれ、何これ動くねんけど。なんで？なんか動くやん、これ。あ、ピーン、ピーンと来ました。はい、ピーン、ピーン、ピーン。小杉ピンコ。何ピンコか忘れたけど、ピンコです。渡る世間鬼ばかり。ピンコ、ピンコ。よっしゃ、ピンコしちゃいましたよ、これ。これをこうやって押していって、あれダメやったわ。え、嘘やん、そんなことある。おお、びっくりした、びっくりした、目の前にあるから。え、こっちに行かれへんのかな。え、このあっこから落とせばいいんじゃない。え、違うんかな。で、こっちには、こっちは絶対違うもんな。え、落とせばいいんかと思っとった、あの穴蔵から。よいしょよいしょ。じゃあ、こっちか。こっち階段あったよ、確か。ガラン。うわあ、ああ、やめてくれ、こっちや。うわあ、ああ、はい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 、ああ、鍵かかってるやん。ああ、なぜか逃げれてる。やめてくれ、マジでやめてくれ。はい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 。いや、でも、これで負けるはず。おっしゃ、負けた。危な。怖っ。ちょ、やめてくれ、マジで。ああ、びっくりした。なんかあれ？青い石を手に入れた。よくわからんけど、青い石ゲットしたわ。セーブ。セーブ。怖かった。嘘だろ。喉痛え。叫びすぎて喉が痛え。なんていうことだ。で、あ、大丈夫やった。たけしはまだ来てない。まだっていうか、こうへんやろうけど、来てないようだ。で、なんやこれ。青い石？青い石？なんや青い石って。あ、ちょっと待って、なんか人形手に入れてもうてんけど。え、何もしてなかったら人形手に入れてもうてんけど、それだけ手に入れられるなんてことある？しかも片目入ってない人形手に入れてんけど、これ。見れへんかな？あ、見れる。ほら。こんな人形手に入れてんけどさ、明らかにさ、石入れてくれみたいな目してない？人形には、はい、はめます。で、なんか、え、で、何？はめたから何？はめたから何？え、どうしたの？はめたから？え？はい、年のちょっとピンコ来たよ。ああああ、嘘だろ、びっくりした、やめてくれ。ああ、やだ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 、ああ、ああ、嘘、そう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 、やだ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 。おっしゃ、危な、ああ、危な。年のちょっとピンコ来ちゃいましたね、これ。ああ、危ない、怖、ピンコ来ちゃいました。ライターで暖炉に火をつける。で、この暖炉の中に人形をくべる。ってことで、くべると、青い、赤い衣装と青い衣装をゲットできる。で、わからへん。こっからがわからへんけど、多分、おそらくやで。おそらく人形はもう一体あった。その人形のところに向かう。よいしょ。こっちや。これや。この中に赤い石。あれ違った。全然違ったわ。はい、年のピンコ来ちゃいましたね。ピンコです。はい、これ。もう、あからさまに麺を入れてくれと言わんがばかりの、あれ、なんてか、よくわからん、あれ。なんや？人形に赤い石をはめた。で、青い石もはめたら、なんか起きるんちゃう？目からビーム出たりして、ゴーゴーって、あ、え？嘘やん。人形の頭を手に入れた。ちょっと怖いねんけど。呪われそう。やめて、ちょっとやめて、呪われそう、マジで。普通に怖いからやめてくれませんかね。で、こっちに行って、おーい、誰だ、たけし、たけし、おい、ちょっと待て、まだ助かる、おい、助けろ、まだ、もう助からない。レボリューション。で、もういいや。ちょっと待って、嘘だ。マジで、ちょっと仮装してあげへん。あの、せめてものあれに、ライターの火で仮装してあげよう。あ、ダメや。嘘やん、たけし。おい、お前。まだ30分くらいの付き合いやけど、いい付き合いやった。ガタガタしかお前のセリフ覚えてないけど、いいやつやったよ。くそー。
たけし、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 せめて番号を教えてくれ、たけし、たけし。あ、これ電気消せれるやん。わ、たけし。え、なんかこの文字って書いてあったっけ？361、なんで？なんで浮き出てんの ?361。あ、もしかして、たけしのダイイングメッセージ、あいつ。ごめん、なんか無能やと思っとって。ガタガタしか喋れんやつやと思っとってごめんやん。きっとお前はいいやつやったよな、たけし。その、361、その361胸に刻んだ。361。地下室の鍵を手に入れた。ちょっと待って。セーブしとこう。やっぱゾンビ系の映画とかってさ、死体燃やさなさ、追いかけてくるやん。追いかけてくるやん。俺はそう思うねん。あ、燃えへん燃えへんかった。なんでやねん。うわあああああうそやんうそやんうそやん。よし、これが俺の逃走経路だ。ああジョ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 あジョジョこれが俺の逃走経路。びっくりした。たけしまで青鬼になっちまったよ。てか、この館で死んだやつ全員さ、青鬼になるんかな。だって、そうじゃない？なんて言うんやろ。だってさ、全部暗い。ちょっと電気ないですか？電気がない。全部これで動かなあかん、もしかして。襲われたら一巻の終わりやん。なにこれ？部屋ね。電気が通ってない。それに何もない。なんやこれ。絵本を手に入れた。なんでか知らんけど。なんかようわからんけど、絵本手に入れて。あ、ブレーカーが上がった。明るくなったわ。あ、なんやこれ。うわぁ。なんかあれ？赤い鍵を手に入れた。なんかよくわからんけど、サクサク進んでる。サクサクパンダや。なんかよくわからんけど、進みすぎて怖い。今んところまだ何も見つけてへんのに。で、こっち行ったら、なるほどね。地下室か。で、何をすればいいんや？お！なんか鍵かかってる。なんかよくわからんけど、どんどん進んでいく。怖い。この番号わからへん、まったく。で、赤、緑、白、青。赤、緑、白、青。なんだ？赤、緑、白、青。さっきなんか、いろいろ手に入れたよな。赤、緑、あ、これっぽい。え？おー。なんかしおりゲットした。なんや？赤、緑、白、青。赤、緑、白、青。なんや？赤、緑、白、青。え、でも番号書いてるところもなかったしな。あ、ちょっと待って。なんかネジついてない。あ、ピンコしました。はい、ピンコピンコ。これだ。これやろ。どうや？おーい、天才。で、アイテム。明らかに何か入りそうなやつがあるから、しおりを挿入。しおりに挿入。しおりが誰かわからんけど。はい、で、これで。赤、緑、白、青よね。やから、赤、緑、白、青。1237。1237。で、どうや？ 1237。はい。1237。どうや？おー、いったー。天才や。マジで天才ちゃう？これ。もう脱出そろそろできるんちゃう？おーい。うわああ嘘や嘘ややめてママやめてよママやめてママやめてよママえ？大丈夫？大丈夫？大丈夫？開けていい？うわ、怖っ！マジで、嘘やん！うわ、あいつら2匹ともこっちに来てんの。やば！あ、え、誰？ヒロシ！タクロー！タクロー、無事でしたか？ああ、だが、足をくじっちまったんだ。俺はしばらくここにいる。大丈夫？そうですか。さっきこれを見つけたんだ。
持っててくれ。おさ、おい、ふざけんな！俺が酢そうめんやってるの知ってて酢渡してきてるやろ。もっと酢継ぎ足せってか。変わらへんわ、酢の酸っぱさなんかよ。酢継ぎ足してもよ。赤い鍵につける。で、サビが取れる。格子の戸の鍵を手に入れた。よくわからんけど、酢を使ったら、なんか、酢を使ったらなんか、サビ取れた。よくわからへん。科学の実験か？で、格子の戸のところ行けばいいねんな。お、なんか、ちょっと待って。なんか手に入れた。円盤手に入れた。なに円盤って。アイテム、円盤。なんか使いそう。粉みかんやけど。なんや。サクサクやっていこう。格子の部屋ってどこにあるんやろ。なんか一通り探したけどさ、格子の部屋全然ないねんな。あ、ちょっと待って。動くやん、このバスタブ。嘘やん。待って。え？そんなことある？よいしょ。格子の部屋ついてもうた。格子の鍵を使った。あ、でもこれは鍵は閉めとこう。しっかりな。で、なんやこれ。なんかわからへん。わからへんもんがあるやん。で、緑、絵の下にボタンがある。ボタンを押す。いいえ。こんなん押しても意味ないからな、正直。むやみやたらとな。なんや。何すればいいんや。全くわからへん。なんや。あー、わかったかも。赤、黄色、黄色、青、黄色、赤。赤、黄色、黄色、青、黄色、赤。赤、黄色、赤、赤だっけ？何だったっけ？青かな？青、黄色、赤じゃなかった？黄色、赤。これどうや？おーい、天才。金属の棒を手に入れた。何に使うか分からへん。これで青鬼を殴れってことやな。そうやろ？そうやろ？な。本日もご視聴ありがとうございました。この動画面白かったよっていう方はですね、ぜひ右下の方からチャンネル登録よろしくお願いいたします。左下の方からね、他の動画もありますのでよかったらどうぞ。でね、もっともっと気に入ったよっていう方はですね、ぜひ友達や知り合いに布教してみてください。あ、すいません、友達いらっしゃらなかったですよね。申し訳ないです。